院の7階病棟の整形外科で勤務しています。で入退院も結構多くて手術の件数も多い病棟で忙しいんですけど、毎日いろいろなことが学べる病棟で働いてます。で雰囲気はスタッフ同士のコミュニケーションとかも円滑にできていて、皆さん和気あいあいとして勤務している病棟です。私が学生の大学生の頃に実習で差し置き病院に来る機会があって、その時の指導者さんの雰囲気とかスタッフの雰囲気を見て、自分もここのスタッフの一員として働きたいなと思ったので、ここの差し置き病院を選びました。実際に働いてみて、実習に行った時とあまりそのこう雰囲気の違いというのはなくて、でも本当にスタッフ同士コミュニケーションも取れていて、他職種とかとも連携も取れている病院だなという印象です。入職1年目は仕事を覚えることで結構自分自身いっぱいいっぱいになってしまうことがあって、勤務を毎日こなしていくことで結構大変だったんですけど、そうなってしまうと自分の心も疲れてきてしまうので、適度にリフレッシュしながら同期とのコミュニケーションを取りながら、働いてました。やっぱり患者さん の笑顔を見たり、何か自分の看護ケアを提供した時に患者さんからありがとうという感謝の言葉をいただけたりすると、自分 のやったケアが患者さんのためになったなっていうので嬉しく感じることがあるっていうことと、辛いなって思うことは、今の時期コロナとかも蔓延しているので、患者さんとご家族が面会できないっていうことが結構あるんですけど、ここで患者様 のご家族に今はちょっと患者さんとお会いできることができないんですって言って帰っていただくこととかもあったりするので、それがやっぱり患者さんも家族もお互いに辛いと思うので、こちらも辛い気持ちになるかなっていうところです。7階病棟は整形外科病棟なので、手術後の患者様がたくさんいらっしゃるんですけど、手術後痛みとかで動けなかった患者様がリハビリとかこちらの看護ケアの提供によって徐々に ADL が自立していくところを、一緒に援助できることにやりがいを感じています。痛みとか辛さっていうのはやっぱ人によって感じるポイントとかが違ったりするので、そういうのを自分の尺度で測らず、患者さんの痛みとか辛さをこう本人の気持ちに寄り添って考えられるように患者さんに接しています。まだ未熟な点はたくさんあるので、自分も学びを深めていきつつ、今度これから入ってくる後輩たちに自分の学んできた知識を教えられるようにしていきたいなと思っています。